素晴らしい。これもアート。仕掛け人は海を越えてやってきた。ビデオカメラに向かってデタラメな言葉を叫ぶ子供、もう一人がそれをデタラメな文字で書き留める。これは芸術交流の新しい試みとして世界的にスタートしたプログラム、アーティスト・イン・レジデンスでの一コマです。レジデンスとは英語で滞在や住居という意味で、主に海外のアーティストがある地域に一定期間滞在し、そこでの生活や交流に刺激を受けて創作活動を行います。今札幌に滞在しているのはドイツのレジーナ・フランクさん。レジーナさんは主にコンピューターテクノロジーを使った現代アートで数々の賞を受け、今アメリカやヨーロッパで注目を集めているアーティストです。今回は札幌の子どもたちの表現力を生かした作品に挑戦しました。楽しかった。最初は恥ずかしいと思ってたけど、なんかどんどんやっていくうちにもう一回やりたくなってきた。面白い言葉っていうか、そういうのを出せたから嬉しくて、なんか興奮してきてアーティスト・イン・レジデンスは受け入れる側もアーティストと一緒にいろいろな体験ができることも魅力の一つ。さて、一方のレジーナさんは、I think that experience especially will influence it. It was a great pleasure to see the kids having so much fun with a setup that I make. So making little installations that people can communicate and discover themselves, discover who they are. So it was a wonderful experience to see kids doing that for the first time. Like so many kids, 50 kids in a row.That was very special. これからもジャンルを超えていろいろな人を招待したいという受け入れ窓口の本間隆さんは、さらに大きな夢を描いています僕たちの方、日本の方から札幌から誰か海外に、札幌 の, 芸術家だとか音楽家だとか、そういうクリエイティブな人を、札幌から世界に送り出すというようなことが非常に重要だと思っています。